ががったのですピンなんですがすんんなみませ w i f i は直ってなくてお問い合わせ信じて w i f i を変えてもらうので今 w i f i 切った状態で配信してるんですけどちょっとお金がやばいから w i f i 通信料がかかっちゃうからあのすぐ終わります本当に最悪です。 こんな時にあおんさんありがとう。えっとはいあ650というはいということで話したいんですけどえっとめっちゃごくごく飲むじゃん鉄分とカルシウムが本当に不足しててこんな牛乳で牛乳買ったんですけど牛乳でえれてるかは分かんないんですけど一応飲んでます牛乳大好きだし。 で w i f i はもうメーターが多分もう終わってるんで変えてもらえますなんか何回も再起動したりいろんな方法調べてやったりしてもほんと治んなくてルーターメーターでしたメーターってルーターえなになにどっちわかんないやと難しいことはわかんないけどそう死んでるんですよなんとかたーみたいなやつルータールーターがあルーターが死んでるんですもんきっとはいということで ショールームはできるのっていうか、あれです、Wi-Fi 切ってます。もう Wi-Fi つけたら、連絡も取れない。なんかもう、何もできないです。メモのメモ帳にメモることぐらいしかできなくて、LINE とか来ても来ない。ダメです、Wi-Fi つけてたら。何も、何も来ない。死んでます。ダメです。ということで。 話そううと思うんですけど本当にご迷惑をおかけしてすみませんご心配とご迷惑とメンバーにもしっかり謝りスタッフさんやマネージャーさんにも謝り今回ですねちょっとネットニュースとかにもなっちゃったりしちゃってあの誤解されてる方もいると思うんですけどライブとか公演とかはちょっと足に負担かかっちゃう。 で危ないのでちょっと医師と相談してちょっとできませんってなって了解しましたってなって私が歩いてたらその日雨が降ってて足を滑らせてしまってひねってしまって大丈夫だと思ってたんですけど次の日病院行ったら病院行ってみ見てもらったらこういう結果になっちゃったんですね。あののななんかなんかかそそうでも 何しなんかレントゲンとか撮ってもらって何週間ぐらいかしないとなんかそのちゃんとした線とかがはははわかんないらしくてなんかその私もただはめちゃめちゃ腫れててなんかそのそうだから今回は私のせいなんです私が足を雨の日に足を滑らせてひねらせてしまい,しまいそっから何も気にせず。 していたら次の日になってあれもなんかおかしいなってなって病院行ったらもうそれは違う雨のせいってはいでもそれをごく一部のファンの方が働かせすぎだっていうね言ってたんですけどそうじゃなくこれ私の責任です私がもう足をひねらせてしまったから雨の日にです転んだから私のせいなんです私が雨の日に転んでしまってこうなっちゃったんです本当に最悪すぎてずっと泣いてますはい っていうことなんですね要すね要るになので働かせすぎて足を痛めたわけではないんです本当にこれは本当に私だからもうなんか取りつかれてんじゃないかと思って、はい、でもあの他のお仕事とかできるし明日もお仕事をあ,あるので頑張るんですけど頑張るというかやらせていただけれるんですけれども あの働かせすぎとかでではないですあともともと何かそうプリの時に私足怪我したじゃないですか疲労骨折その時に言われたんですけど私その下半身の足がほあの子供なんですって子どのなんですってっていうかなんかその骨がなんかこう幼いというかなんかねあれなんですよ。<laughs> 本当になんて言えばいいんだ <laughs> 本当になんかその私が今回なったのもその笑わないでほしいです私が今回なったのもその子供がなるやつらしくってなんかそのまあ二十歳二十一なんですけどその私がこの診断されたものがその私もわかんなくてその診断がで何なんだろうと思って その検索して調べたらなんかそう要するにお子様がなるやつらしくてえって思ってでそっからなんか昔のプリューの時も足とか,なんかその時とは全然軽いめっちゃ軽いやつなんですけど痛くないし、うん、痛くないしっていうか,なんかその時は何もしなくても痛かったんですよ。でその時にもそのなんかその医師の人に違う医師の人にあのなんかこう足がこう骨がう弱,弱い。 多分カルシウム不足なんか分かんないんですけどめちゃめちゃ弱いみたいでだからちょっとひねっただけでもこうなるですよ私はもう最悪ですほとに。っていうことであの働かせすぎとかではないんであのちゃんとスケジュールも整えてやってくれてますしっていうのを伝えたかったんですなんか私が SNS とかであのどんだけ説明してもなんか矛先が。 なんか働かせすぎだみたいな人ごく一部いたんですけど違うんです本当に違うんですはいそこだけ分かって頂ければ <laughs> 子どもの病気ってわけじゃないお子さんがよくなら,られるやつらしくてでも骨も弱いんで私あの下半身のそのなんていうの今回もなんかその足の何足の 太ももかそこの,の骨がマジで弱いらしくてもう本当に今回それででもあの普通に歩いたりとか普通になんかお仕事する分には支障なくて大丈夫なんであの変わらず活動したいけどライブとかその公演とか直接ファンの方と会う場所が減っちゃったのがすごい悲しいんですよだからでもお話し会とか直接会って話すお話し会とかは全然で,できるので。 よろしくお願いしますという形で本当にあのメンバーにも急遽変更になったりで出るメンバーとか言って連絡させていただいたんですけど申し訳ないので本当に恩を返したいと思います勝小発砲にご迷惑をおかけしてしまったのではい早めにあのか直して直ったらいいなっていう形ですっていうのとあとねあとねあともう一つあともう一つあってでもあの SNS にも書いて何回か前から書いてたんですけど私が最近イベント出てないものに対してはあの断ってるっていう一部噂があったんですけど <laughs> 断ったこと一回もなくっても、えっともとソロのお仕事の予定が埋まってて、えっと、埋まってるからですあのグラビアテレビ番組とか最近はよく出させていただいてるんですけどその仕事がもう仮でもそれでも抑えられてて。 そうううそそうそとかもあるんですよそれでなってるだけで断ることはないですむしろ出させてくださいって言ってます全部両立したいので両立両立っていうか全部の活動頑張りたいのでやってるだけです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 ,ですそういうことですでも個人的には その私の枠に対してて生ととかがが入っっることが多いんですよ最近やっぱあ私も知らないんですねじあこんなイベントあったんだって後にファンの方と一緒のあれで知ったりとか逆に私ソロの仕事に対してその時は集中してるんで他の情報を HKT の公式で知ったりファンの方からこれ出ないんだって言って知ったりするんですねこの間のオンラインとかでそれで知ってこうやってメンバー見た時にあ私の枠に6期生が入ってるんだって思うことが多くてなんかそれで逆にこう6期生の活動の幅が増えるのすごく。 嬉しいから私は別になんかイベント出せよとかも何も思ってないんですけどただその断ってないです本当にただもともとソロの仕事が埋まってただけでないのでだから今回のイベントあったじゃないですかあのー、超アイドルさんニコ生さんのでもうニコ生さんがその私のこと推しの方がいるんですスタッフさんの中でなんか ニコ生の放送してた時にニコ生さんのパソコンが開かれた状態で置いてあって私先に現場入りしてたんですけどパッて見たら私だったんですよパソコンのアイコンが背景が私教えるやんって思って見,ら見,見てはないんですよわざと見てはなくって置いちゃったんですよでおっって思ってだからもうそれは本当に出たかったし本当にその <laughs>。 <laughs> じゃなくても出たかったしまえってたんですけどじゃなくても出たかったし久々のイベントだからすっごい出たかったからめちゃめちゃ残念だったんですよそうでもなんかいろいろ考えた上でやっぱちょっと一師の人もダメですみたいな感じになったので僕はできなかったんですけどマジで早く直して早くイベントとか公演とかにもめちゃめちゃ出たいですっていう激しい運動が足負担かけちゃうからとりあえずまた もうちょっと去ってからまた病院行って医師の方に診てもらってはないとわからないのでそっからまた医師の方に判断煽おります。<laughs> 判断煽おります。<laughs> ちゃんと判断判断,判断してもらいます。<laughs> はい。見てもらいますちゃんと。煽るなよ <laughs> 煽。煽りません。煽りぎます。煽りません。煽りぎます。 はい、あお、あおらない。<laughs> あの、すみません、間違えました、言葉。あおいじゃダメです。あおぎません。あおり、あお、あおります。あおりません。あおぎます。はい、判断をあおぐ。であおりではなくて、あおぎます。あおぎます。判断を急がせます。急がせますって言うんですか。あおぎます。言葉が難しいですね。あおりはしません。はい。ということで。えっと。本当に。 すみませんでもあのプリューの時と比べてあれはも,もうダメだったんですけど全然軽いんでまたかんのいいんですけどまたまた病院行かないとわかんないんですけどはいとりあえずは私が言いたかったのは働かせすぎではなくて雨の日に私が足を滑らせてしまってこけてしまって足をひねってしまってで私の足が。 人よりも足の骨が弱いもので、えー、ただひねっただけなのにこうなっちゃったほんでこうなってしまいました私の私がもうちょっと気をつけて歩いていればって話ですはい私がもうちょっと気を引き締めていればよかったって話なので皆さんも雨の日とか気をつけてくださいはいということであとは あとイベントのことに関しても別に NG とか出してなくってただ単にスケジュールのがもともと埋まってただけで他のイベントがいっぱい出てるのではいそういうことです私はもうファンの方がお支援しないかなっていうのが不安なだけです以上ですということでそれだけ話したかったんで来ました人より弱いなんかね足の骨細,細いんですよなんかもう細っんかこう細いんですよねそうなんですよ はい、ということとで説明ありがとうございますこちらこそなのでいつも通り待っててくれた待っててくれたんで明日からも普通に活動するんですけどライブとか公演以外では何も変わらないので逆にな大げさになんかネットニュースになってたんですけどマジであそえみたいななんか私 STU まとめもみたいなのめっちゃ嫌われてて超アンチいっぱいいて <laughs> なんか 活動休止って書かれてたんですけど違うから明日からも普通に働くしもう本当に信頼できるのは芋とだけありがとうございました失礼いたしますはいということでランキングちょっと読んで終わりますドアノバさん井上さんゆうきさんシルキーさんひでさん本館さんルースさん浩石さんまことちゃんあ名前変えすぎの人ガ <laughs> ーたまさん 言い方言はいはいはいしげぴーさんあおんさんはいということで私は大丈夫なので大丈夫なのでっていうかあの心配しないでください本当に元気です私ほんとめっちゃ落ち込んでてずっと泣いてて自分の悔しさにはいでもめちゃめちゃ元気なんであの明日からも元気に頑張りますほんで あの恩をたくさんめ,どめっちゃ迷惑かけちゃったのでいろんなところへあの恩をたくさん返せたらいいなと思い今日引き締めて頑張りますのでファンの方もあの心配せず見,見守っててくださいお願いします。ではさよなら